いや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 、ちょっと待ってよ。さあ、バトルフィー2042というわけで今回は、ついにね、RM さん、最強 AR が弱体化したという話です。数字で言うと4発キルの距離がね、40メートルから30メートルに、短くなってしまったと。で、あとは、拡散の値がちょっとね、増えたんかな？そんな感じで、何かと使いづらくはなってるはず。てかAR 全体、拡散がえぐい上がったらしいけど、普段ね、AI 使わないからあんまわかんない。あんまわかんないんだよね。もう AR 普段から使ってる人はね、多分すんごいわかるんだと思うけど、もう LCMG ばっかり使ってるからね。うん。マジで。マジで LCMG ばっかだから。全然わからん。感度高く感じるな。それ取ってないの？で、言い忘れたけど、今回は歩兵ブレイクスルー。なので、攻め側ね、ビークル全くございません。敵も一緒。危ない。最近バトルビットをやりすぎてね、ほんとね、マガジンの管理か。だから何も考えなくていいのがすごい楽だな、ビーフはやっぱ。OK、ナイス、リロード。まあ、精度最初の10発、5発ぐらいはまっすぐ飛んでいくんかな。10発超えてからが、拡散やばい感じか。感覚的には。確かになぁ。俺が外しただけか。なんか、確信を持ってね、まだね。初段当てて、そっから5発目ぐらいやっぱかかるのは、まだ今日はしゃあないか。まあ、まだ全然ね、全く使い物にならんということはないから。いや、これ BF にもね、バトルビットの方にあるんだけど、至近距離の VC。これ欲しいですね、やっぱ全体 VC が。敵味方も含めてこう VC 聞こえてくるみたいな。そういうお祭り感すごいね、バトルビット良かったから。ここは、なんとかね、BF にも実装してほしいところ。おそこね。外か。横から撃たれそうだな、これ。ちょっとこっち行こう。強っ。めっちゃフリックル打ってきたな。AI マジ怖いね。ちょっと拡散の具合がね、わかるように、こう2倍つけるか。いや、4倍つけよう。4倍つければね、はっきり、くっきりわかるはず。どこだ？いるね。わかってるよって話。おっと。なんかなんとも言いませんね。ちょっと待ってくださいね。俺がちょっと AR 下手なのが、一番でかいかもしれんが。あ、いや、これはひどい、これはひどい。ちょい。これは。まあ。いや、これね、8発ね、自信持ってね、あとね、撃てたはず、昔だったら。いや、ちょっと待ってよ。いや、これ4倍にしたらやばいな。いや、マジか。これは大概やね。これは大概ですよ。どけ。まあ、この距離ならね、ただ4倍じゃなくていい感じがすごいあるからな。どっちの方が好きかみたいな。どっちつけたら強いかとかじゃなくて、好みの問題で、選ぶ感じが出てきそうだな、サイト。ここまで違うと。まあ、この距離でさえちょっと、いや、それはね、気分の問題かもしれないけど、ちょっと感じてきた。さすがに。だいぶ違うんじゃないか。お、どこ生きてる。エクスプロージブー。このクソ武器は、このカス武器は、間違えました。このゴミ武器はね、いつになったら弱体化するんですか？楽しいですよ、全く。どんどん進んでいきたい、向こうに。裏取るか。まあ。どこ？すいません。どこ？待って、今 SVK AI めっちゃ強いわ、今。おい。やめなさい。ドーザー増えすぎやって、今シーズン。こっから撃てるでしょ。気のせいか。まあ。やっぱ最初の5発だな。最初の5発勝負。怖い。怖い。てか頼む当たってくれって感じ。ちょっと運ゲー要素入ってくるな、これ。いや、2042交戦距離ちょい長めだから、鍋粒打つ感じがね、気持ちいいところあったから、ちょっとね、これは、ほら、怖い。ちょっと当たってないところあるぞ。どこ？お、AI 伏せ打ちしてる。嘘でしょ。AI 伏せ打ちするっけ？いいね。最近に比べると、これ、この距離も無理。4倍使ってこそ、
この距離撃つべきなんだけど、もうね、当たる気がしないから。あんまり。助けて。いや、なんかだんだん分かってきた。この距離はやばいっていうのがね、まあなんか分かるじゃん、撃ってて。あ、この距離この武器だったらまずいなみたいな感覚。撃ってて自信ない感じ。それがだんだんね、馴染んできた。うん、こんな感じで、初段で決めれたらいいんだけど、時間かかれば、今の俺じゃないんかい。なんかこういう感じよ。ほんと。ほんとこういう感じ。もう無理。もう無理。もう無理。こうなったらもう無理。で、タップ打つでいいんか。そういうわけでもないっていう話なんでしょ、なんか。拡散がリセットされないみたいな話らしいからな。BF3 みたいに、こうやって打っても、拡散が収まらずに、なんかぶっ破してるのと同じぐらいな感じらしい。いや、助けて。SVK 怖い。SVK 怖すぎ。何。まあ、ダメージ自体はね、ずっと強い感じだから、全然いいんだけど。まあ、4発キルかな。4発キルの威力が、距離がね、縮まったのがちょっとやっぱ、そこの威力減衰というか、ナーフが痛いぐらいで、まあ、あとは全然強いかな。今、やはり全体的に弱くなってるから、そこ比べると全然ね、比較的強い方だとは思う。運よく当たった。そんな感じする。どっかいんな。さあ、こっちは任した。これもしかしたらさ、SMG の方が中距離やれるんじゃない？ビゾンとか、PP29 とか、これはちょっと使ってみようかな。さあ、もうちょいね。もうちょい4倍使おう。まあ、なんだかんだ言って、初段の5発でちゃんとやれる感じはあるから。ちょっとね、自分の中でちょっと結論付けたい。あ、ここら辺も前は、いやさ、なんだろう、長弾してるところがね、もう全然違うところだからな。あー、危ない。これはもう、今の限界だったな。今の時間過ぎると、もう終わります。完全に。これは距離の問題。ちょっと。よしラスト一発、お祈りする。強い祈りを捧げたものが、打ち合い勝てます、これ。なんだろう、大概の術とか、なんかネックレスとかつけてると、多分打ち合い勝てます、これ。運ゲーです、ちょっと。まあ、私みたいなね、ビークル中のクソ M が言うと説得力ないかもしれませんが、まあ、ちょっと体感ね、そんなビークル中でも分かるぐらい体感精度が悪いと、いうような感じでしょうか。うん。最初の5発、10発。もう多くて10発だな。10発超えると、すごいね、不安になってくる。あ、なんか待って、こっちやばいの来るかもしれない。やべえの来たって。ダメですよ。盾を使ってください。いや、でもタップ打ちして、こうパラ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 ってね、当てるような感覚じゃないからな。危ない。まあ、腰打ちはいいかもな。危ない。まだおるんかい。やめて。和解しようよ。やってないんかーい。それやってないんかーい。ちょっと待って。君、諦めないで。もう、そこは無理だな。いや、これ多分 S、なんか PP29 とかで、狙った方がいい気がしてきたな。いや、どうなんだろう。ちょっと禁断の検証行こう。もしかしたら、SMG のね、PP29 の方が、中距離いけるかもしれん。いや、まさかそんな。そんなわけない。ちょっと待って。第3のスコープをちょっと選定しよう。あったあった。ゴーストハイブリッド、これにしよう。4倍で行こう。これペイトゥービ、さあ、これですね。あ、こうか。はい。これ4倍か。よし。ちょ、これで行こう。あれ？まさかそんな。RM さんよりも中距離。狙いやすい SMG が存在するわけない。まさかね。そんなことはないでしょう。きっとそうです。あれ？
おや。お？あ、なんか、出てきた。おお、やってない、やってない。よしよしよし、おお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 。よいしょ。何ですか、あの煙は。ダメですよ。AI さんが、キャスパー氏を起こした感じがしますが。また AI さん。キャスパス。キャスパー氏、キャスパー氏。危ね。なんかまだおるて。危ないっす。よしよし。さて、終わりかな？まあね、中距離ね、こんな感じなんすよ。ばらけ具合。まあ、要するに、AR が SMG と同じぐらいの精度になったっていう感じでしょうか。ということはですよ、別に SMG でもいいっていう、そういう感じがすごいしますが、で今回は歩兵ブレイクスルーに来てるんですが、いいですね、これもたまには。完全に、歩兵戦に集中できる。てか、歩兵専用マップ欲しいですね。単純に。いいね。いや、なんか PP29 さん本当に優秀です。発売初期からずっと優秀。てかこのさ、4倍、このハイブリッド、1倍で4倍のやつ、これ結構気持ちいいぞ、これ。普通に。あ、え、危ねえ。ちょっと向こう行きましょう。大変大きな、裏取りチャンス。あ、いいね。いや、まあ、ペイトゥーウィン、まあ、スキンの方がね、使いやすいんですか、当倍は。全然ね、4倍も使いこなせるし、これ。まあ、切り替えがあるじゃんっていう話ではあるんだけど、普通に気持ちいいぞ、このサイト。やめて。来るか？もう一人来る。あ、お。らしゃらしゃい。らーしゃい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 。これやっば。大丈夫か？いいよ、ドーザーさん。クリアかな？ナイスー。さ、残党がリスタート。あー、それも持ってきたいが。いや、なんかこうやって使ってると本当 LCMG さんってすごい強いんですね。ほら、LCMG さんこの距離やれるもんな。全世界最強かもしれん。いや、でもいろんな武器使いたいよなー。この ADS 速度全然違うし。おお。あ、諦めんじゃないよ。いいね。普通に、おいおい、諦めんな。よいしょ。いるな。真上にもいんな。なんだあれ。いや、やっぱちょっと LMG 一強な感じが、より出てしまうな。ちょっと待って、この弾でちょっと防ぎます、僕。なんですかね。なんですかね、ショットガン。終わりか。終了。ということで、RM さん弱体化、だいぶしましたね。というか AR 自体が結構、まあ、ビークル中でも分かるレベルで悲惨なことになってます。これも AR 使いの皆さんはと思ってるんじゃないでしょうか。まあ、大半の人が使う AR ね、多分不満が出れば、一時期ね、ドラムマガジンの性能が元通り、戻ったようにね、多分速攻修正が入ると思うんですが、今回のパッチでは、やや緩和というような感じでしょうか。元通りというね、いうふうにはいかないみたいな感じなんで、いや、ここでどう落ち着くか、まあ、みんながこう納得するか、まだね、その AR 使いの人は、いや、足りないよって。元に戻せよってね、思うかもしれないけど。いや、これどうなんだろうな、ゲームとして。まあ、ちょうどいいんかな。もうビークル中には分からん。